豊田市内のとある場所、何かの研究施設のようですが、一体何をするところでしょうか。トヨタ紡織のさなげ工場、まるで宇宙船のようにも見えますが、中に乗り込むと車の景色みたいですね。そうですね、あの高速道路のコースを実際にスキャンしたものがこのコースになります。さらに、おー、すごい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 、入れる。おお、今何してるんですか。これは今車両を、ハンドルを切って横に動かしてる。これはドライビングシミュレーター。前方のスクリーンに道路の映像を映し出し、ハンドルやアクセルの操作に合わせて装置が動きます。装置の中はまるで運転中の車内そのもの。バックミラーやドアミラーにも流れるような景色が映し出されています。この装置で調べていること、それは人体の生態情報なども、センサーを取り付けることで可能になってます。どの環境、どのシーンで人の生態情報が変化したのかなっていうのが見えるように。調べているのは乗り心地、そしてドライバーの脳波や心拍数、筋肉の動きなど生態情報も調べることができます。例えばドライバーの眠気を調べることも。車でやっちゃうと結構危険が伴う。そうですね、周りに車両がいますし、もし本当に眠くなってしまった時に、事故に。この装置で得られたデータは、安全で快適な車や自動運転の技術の開発などにつながるんです。こんなことも。これ今どういう状況なの。今は霧から雪に。現実にはなかなか遭遇しない過酷な環境下でのデータも安全に集めることができるんです。自動車業界100年に一度の大変革期と言われてるんですけれども、進化が非常に早いですね。我々もそういった進化のスピードについていかなくてはいけないというふうに考えています。幅広い評価が可能になりますので、次世代の製品開発に生かしていけると思います。次回、車作りの技術が美容機器に。